石岡大火石岡大火は、1929年3月14日に、茨城県新張郡石岡町で発生した火災。石岡町の中心市街地の4分の1を消失する大きな災害であった。火事の多い町と呼ばれた石岡においても、最も消失面積及び、消失規模の大きい災害であり、関東大震災における石岡町の被害を大きく、上回ることとなった。 石岡市は古くから開けた地域であり、奈良時代には日立国の国府が置かれ、江戸時代には三戸床が明けから分家した松平氏が日立府中藩の藩主として府中に入法し、その城下町として栄えた。長い歴史を有する石岡では古くは天行二年に平野正門が約三百0を焼け払ったという記述が正門期にあり、天正十八年には 大城死滅亡に際して、居城のあった府中が、陛下にあっている。近世にも4度の大火をくぐり抜け、明治時代に6度、大正時代に1度の大規模火災が発生している。こうした経験から1878年には16組1200人の火消し組が組織され、後に、消防組に、解消、消火用のタンクや、火の見やぐらの設置やポンプの購入などにより、 火事に備えてきた。しかしながら1929年3月14日の石岡大火では、石岡町の消防組では手に負えないほどの大規模火災となり、近隣町村の消防組や軍からの協力を得て、ようやく翌日の沈下を見たのであった。石岡大火後の中町石岡大火の発生する1929年3月14日は、朝から北西の風があり、昼には、 その強さを増し、砂塵を巻き上げて日光を遮るほどであった。こうした状況で午後7時30分ごろ、中町にて火の手が上がり、風速15メートルの風に煽られて東に隣接する金丸町へと拡大し、石岡劇場などを焼いた。火災発生から20分も経たないうちに金丸町から戸田町一帯が火に包まれ、 石岡町市街の防火壁とも呼ばれた石岡の老舗高吉五福店の石辺をはじめとして多くの土蔵が火に飲み込まれた。西に隣接する木の地町へ飛んだ火は石油倉庫に引火して大爆発を起こし火星を増して南隣の森木町を襲いコンピラ神社を消失させ富田町で東からの人合流した。その炎の凄まじさは 昼間よりも明るいほどであったと伝えられ、火の子が降り注ぐ中を、人々は逃げ惑い、方々で、早く逃げろなどの怒号が飛び交ったという。火は、富田町から南東方向へ進み、海地町に向かった。救報を聞きつけた、近隣町村の消防組に加え、水戸市や土浦町からも応援が駆けつけたものの沈下せず、水戸工兵第14大隊や霞ヶ浦航空隊の、 出動要請を行って、5時間に及ぶ破壊消防の結果、これ以上の火の手の拡大は防がれ、ようやく翌3月15日午前2時頃に火は収まった。焼け跡の空には白煙が立ち上っていた。自らも石岡大火の被災者である今泉哲太郎は、火災の翌日に一面焼けの原となった石岡の町をめぐり、その惨状を記している。今泉によれば、 頼るべき親戚や知人の家もすべて焼かれて行き輪を失った人々が野山や田畑に逃げ込み安全が伝えられた清涼寺には本堂や墓地、果ては茶畑や竹林に至るまで避難した人々や彼らが運び入れた壊れた家財道具で埋め尽くされ歩く場所さえないほどだったという復興した中町商店街退化後に建設された看板建築長寺や退化により 守る横町130個、中町126個など、計606個1700棟が消失。被害総額は2000万円以上に達した。実に、石岡町民の5分の1以上が被災したことになる。これを受け、皇室より5内土金が可視された。その後、今泉哲太郎と今泉義文の兄弟によって、石岡大火を綴った、ああ、石岡大火災がまとめられた。 町の景観は、石岡大化によって一変した。中町商店街では、道路の拡幅と歩道の整備が行われ、ポプラの街路樹が植えられ、ガス塔も設置された。中町の土蔵は焼け残ったものの、焼失した多くの建物は2階建ての洋風建築や、木造モルタル建築へと建て替えられた。なお、石岡大化では長寿屋が唯一、焼失を免れた、建築として現存し、 国の登録有形文化財となっている。また駅前通りが新たに整備され、1929年10月21日に大火からの復興を兼ねて盛大な開通式が行われた。同年の11月15日には、茨城県内で大日本帝国陸軍の特別大演習が行われ、発見道路の聖火通号を記念して、三行通りの別名が与えられた。この時、 五内土金への感謝として、石岡写真庁が検定された。中町の北にある香里丸町は大火に巻き込まれなかったため、しばらくの間土蔵が残っていたが、1983年から1988年にかけて歩道を確保するためのセットバック工事を機に、店舗や住宅の新築が行われ、中町とは異なる景観を呈するようになった。ありがとうございます。